はい、ではいきます。決勝戦2試合選手となります。さあ新キャラクター同士の対戦となります。イクザードからね。さあまずはスバイト 2S で追い返していきます。スバイトはですね、見てから返すことはほぼ不可能に近い技なので、技を置いて形になりますね。エルフィルトの場合 2S とかでしょうか。その 2S を振るところのハイスラッシュを引っ掛けやすくなったりするということで、そこら辺の牽制の読み合いがあるのかもしれません。さあ PPPP と今飛びに行く。さあだ、そしてジャンプ以降が結構遅いんで、結構飛び引っかかるんですよね。遅いだけならまだしも結構やられ判定も大きめなので、このフィールがすげえきつい。さあ置き対空になる形に立ち合いする。やばい、完全にこの狩りですね。さあサバンナ急停止、ジャンディーからのタスピー触って 2S。 さあ円 S 技を置いておけばつばいとも潰せる。しかしどうなる。アイゼンストロム体力ドットの状態で攻める。 NS カウンターヒット、これも美味しい。3段からここでバーストを使います。確定バースト、あぶない、飛んで危ねえ、避けていく。あーウィンナーもやばい、戻るか戻れない、戻ったところで体力が返してない。パインを当たってハイスラッシュ。一本選手はクモエルフルト強い。NS 追いかけた。さあこれ少し潜れてしまうとカウンターヒット、非常に強力なピッチソードです。タスピうまい、しかし浮いている。2S 強い。狩りの時間が始まってパインを投げつける。パインを投げつけることによって、まあね、クレイマーみたいなものですね。あれクレイマーだっけ。じゃあ同じ S 最後ショットショット。さあ怯えるライオン追いかけた。KSK ハイから画面端付近通せば一気に持っていくことも可能。さあどうする、打っちゃうか。まあこれは多分ファーストとなくても、しかしここはケーションゾーン安定で重なっていなかった。アタシピヒット、なるほど。さあ最初ラウンドスライト KNS 返して画面端ショットを構えます。あーとここで崩す、突き上げショットバースト読んでハイスラウ投げて画面端に突き上げてショットショットショット、やばい、継続画面端じわりじわりと響いてくるぞ画面端。うわーとショットショットからのもう一個はショットショットショット、ロマンキャンセルからショット打ち殺して狩り完了。まずは1試合目勝利はフモエルフルト。レオさんが旦那様だったらGuilty of Gear. Who dares to enter the main arena? El Belva versus. さあ行きましょう。まあ距離を離れたところで、吹っ飛びやらにならないので、そこでねうまく読み合い仕掛ける感じですかね、前に出るところに。しかしゲージがあると確認、まあ確認もね大変なんですけども、確認ロマンキャンセルからこの間ダッシュアタックの本も持ってかれたりするので、ね、ここら辺がショットを単純に打っているだけでは極められないところでしょうね。さあ走者ハイスラー1、2の3段バスト、おお無敵はなかった。はい、ハイスラーユリフレ取った、シュタチピーが前に分けてしまう。よくあるアイゼンストルム TS 補正は多分出てているでしょう。1、2の3段画面端からハイスラーバーダー TS、 これ待っていたが空中ダッシュジャンプキャンセル逃げられてしまう。さあバックステイ、これがザイバックスでも引っかかるこのスパイト。アイスラスパイトは避けられるんですけども、先ほどねミエス置きを見せているんで、かなりあのスパイト打ちづらくなっているような気がしますね。空中ダッシュジャンプリーでトライでガーフ溜めることによってガフ起き上がり重ねることはできないんですけども、起きてから様子を見る相手にずるずるしくガフを狙っていくという
攻めでしたね。さあハイスラー、うわーすげえ、ポタッと押したら爆弾があったんでしっかりコンボ決めてかっこいい。さああと宇宙服だけ、最初ラウンド優勝へリーチはどういうふうに。さあ、ね、打ち返したがカウンターヒットだったのに、その間にエルフルトが走ってきます。キーネス2敗すだから画面欲しい。さあどうはピックバックスで立ち切れか。さあしかしバックスに引っかかる画面欲しい。まずいまずいまずい。あーいい線打ったが強化ショットを突き上げショット、あーパイン投げれない。ガーッどうだる、これは画面欲しい。足場でからジャンピングする、いやらしいですねこのオーバーソル。わー下になんかある、画面端にハイスラヒットダウンを取って、さあまずガードさせて有利っぽい飛んでってジャンニーカウントヒット、ジャンニーで追い返して、さあ逃げられません。すごいトリカゴ足場へ来た、魂の策をかけて、わーなんか見えた、さあ1-2のハイト、バーストはダメでした。勝ったのはフモエルフルト、しっかりバーストを見てからロマンキャンセルで大勝、勝ったのはフモさんのエルフェルトで決勝戦2立てで優勝となります。おめでとうございます。さあ最近ほんと研究進みまくってフモスペというねすんげえガフもあったりするんですけども、いやー楽しみです。